マリサです。ミカです。ヤンパです。今日はキャパルモビル1階にあるベースメントケーブさんにやってきてます。ここはどんなお店ですか？ここは私が常連なんですけど大好きなお洋服です。すごいあのベーシックなタンクだったりそういったお洋服がたくさんあるお店で、めちゃめちゃあの鹿児島で少ないんですよ。そういう店を行くってなった時に、もう一発でここに来たら可愛い服が鹿児島で買えるんです。本当に紹介したくて紹介したくて、皆さんぜひ今日は見ていってください。それでは早速店内入りたいと思います。潜入潜入。いやもう見てください、もう私の大好きな空間なんですけど、ね、すごいですね。あ、消毒してますね。やばっ。一応あの一度の店内の入店の制限の人数がございまして、はい、5人まで泊まっております。5人までですね。じゃあちょっといつもお話とか聞いてくださるお店のお姉さんに呼びたいと思います。お姉さん。よろしくお願いします。お願いします。いつもお世話になってます。お常連さんみたいに。大好き。ちょっと本当愛し合ってるのね。いつもポイントカードなくすんですけど。あるある。じゃあお店の商品の紹介をお願いします。はい、お願いします。お願いします。この辺はセットアップ系ですかね。上がブラウスとかの感じかな。うん、ちょっとあのお出かけとか、うんうんうん、のブラウスと、下の方はボトムスですね。はい、ジパンツとスカート。その中でこう一押しってありますか？一押し、昨日入ったばっかりの、うん、のスカート。あ、かわいい。かわいい。かわいい。え、男の子でも全然着れるくない？かわいい。ねえ、おしゃれ、うん、あ、ボタンが2つずつなんだ、これ。あ、ほんとだ。おしゃれ、おしゃれ。すごい。こういうのってすごい細くて、記者の子が着てるみたいなイメージもあるかもしれないけど、結構サイズ、オーバーサイズとかもあったりとかして、ラフな感じに着れる、こういうのもそうだけど、なんか多いから、全然、ちょっと体型がとか、そういうの全然気にしなく着れると思います。うん、体温計がある。え、かわいい。こちら体温計ちゃんと測れます。え、ちゃんと測れます。電池入れたら、あ、電池入れたら、元看護師としては、元看護師としてはちょっと気になります。輸血パックです。あ、カルすごい、カプセル入りだ。お薬が入って、いやー、かわいい。すごい、ちょっと血が騒ぎそうだわ。血だけに、血だけに。こちらはあれですね、元空堂さんですね。はい、すごいあの森沢さんが詳しいかなって。森沢さんよくご一緒するんですけども、うんうん、このお面というか、これはね、前ゆりかちゃんも買ったんだよね。そうなんです。私あの迎え入れました。あ、私も持ってます。この4年入りをね。かわいい。白黒ちゃんはお店でだけの限定販売。そうなんですか。この子ですか？うん、限定品。じゃあイベントとかでは出してないでしょ。はい、コラボイベントの日だけと、あとお店限定でこの。ああ、なのでレア、はい、レア。他にもたくさんグッズがありますね。いい、うん、ここマフラーとか、うんうん、ショールみたいな感じになってるんですけど、人間式。太宰治の、そう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 、ラショーモンとか。これですか？そうそう、文豪系の、文豪系の。これはタオルですかね。あのスヌードで首に巻くやつ。あ、おしゃれ。スヌードって言うんだ、首に巻くやつ。ほっくりみたいなやつですよね。ほっくり。そうそうそう、スヌードって言うんですね。このワンちゃんとか猫ちゃん。ストールで。あ、ストール。ール、うん、ポケットついてますか？さっとしてみます。あ、かわいい。え、あ、ボタンがついてる。あ、すごい。ボタンついてて、ポケットもついてる。ちょっとカーディガンみたいになる。通れるんですね。かわいいね。2ウェイで。和な感じの小物も結構あって、うん、髪飾りも、ね、着物にも合う感じになってて、かわいいんですよ。かんざしとかもあって。ここのチョーカー、私もよく買わせていただくんですけど。全部チョーカーですか？全部チョーカー。この並んでるのが。柄のストッキングがあって。あ、ストッキング。これなんか靴履いてるみたいな見えるのもあれば、上の方が完全アニメみたいな感じに、キツネのお顔だったり。本当だ。ピアスも結構なんか、
なかなか普通のお店では見かけないようなデザインのピアス、うん、確かにかわいい。折り鶴のピアスとか、やっぱさ、ネットとかで買うのももちろんいいけど、うん、手に取って、そうそうそう、耳にね、うんうん、自分の耳に当ててみてっていうのがいいよね。そうそうそう、それが鹿児島でできるっていうのがいいよね。そうなんですよ。普段私とかゆりか姉さんの、はい、この系統の服を着たことがないので、うん、ちょっとわがままを言って、うん、オーナーさんよかったら試着とかさせていただいても、はい、ありがとうございます。いいんですか？オッケー。じゃあセレクトしてもらえますかね、似合いそうなやつを。はい、あ、よろしくお願いします。A さん、こういう服着たことあります？私10代の頃に10代の頃にこんな私でも似合いますか？絶対似合う。じゃあ展示してきます。いってらっしゃい。ちょっと展示してきます。はい、じゃあ姉ちゃんのお着替えが終わったということで出てきてもらいたいと思います。いきます。どうぞー。じゃーん、おー、どうですか？なんかすごく新鮮。いや、意外と意外といけてる、意外といけてる。袖にこうやってどこって決まってないので、どこでも自由につけれるんですね。いっぱいつけれるとこあるから。すごい。いいな。なんかその日の気分によってこっちつけたりとか。推しのアクキーぶら下げられる。全部。ここに全部ね。はい、じゃあ姉さんのお着替えが終わったということで。姉さん。ワン、ゴー。ちょっと待って。かわいい。でも、はい、スカート丈もそんな短くないから履きやすくないですか？めちゃくちゃ履きやすくて、メイドさんみたい。本当に、うんうん、おかえりなさいませ、クシニットな。かわいい。二人ともだいぶ雰囲気が変わりますね。こんなに変身できるなんてちょっと自分でも思ってなかったです。びっくりしてます。今日はありがとうございます。ありがとうございました。とんでもないです。あの、よかったら最後に一言お願いします。はい、はい、緊張する。あの、お気軽に遊びに来てください。あの、楽しいものいっぱいあるので、うんうんうん、ぜひぜひ、はい、新しい自分に会えると思います。それ可愛くとか、うん、お姉さんがいろいろ選んでくれますので、はい、一緒に選びましょう。楽しく、うん、はい、ぜひいらっしゃってください、はい、ぜひぜひ。ありがとうございました。どうでしたか今日の感想？2人はいつも着ない服装を着てみましたが、なんかね、うん、新鮮だったし、うん、こんなに自分変われるんだなって思いました、はい、あの、もうちょっと早く知っておけば私こんなに大変身できたんだなって思って。いや、今からでも遅くないので、うん、なんか年齢関係なくね、楽しめるところがいいよね。あ、ところがすごく良かったなと思って。そうなんです。はい、またね、ちょっと変わりたいきっかけが欲しい方、ぜひ、ぜひ、ね、チャレンジしてみたいけど、ね、ちょっと恥ずかしいかなって思う方、絶対チャレンジしてみた方がいいですよ。新しいしね、自分で会えるから、ぜひ、うん。私は今日ちゃっかりあのお買い物、はい、もうやっていただいたりしてますからね、ちゃっかり、ね、また皆さんもぜひ遊びに買いに来て、遊びに来て見てください。この動画を見ていいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。Twitter もやってます。フォローしてね。それじゃあバイバーイ。